よし、みんな揃ったな。どうやら外装具によってこの辺りに危険な虫たちが隠されているらしい。今日はそれを見つけるんだ。わかったか？あ！しかし私たちだけでは心もとない。あの虫捕り名人のタケル君を呼ぼう。タケル君、タケル君、呼んだかい？ありがとうタケル君、今日も来てくれたんだね。タケル君、この近くにあの敵の外装具が巨大な危険生物を隠したらしい。このままでは町の人が被害に遭ってしまう。一緒に見つけてくれ。ありがとう。よし、じゃあ近くから探すか。行くぞ。よし、タケル君、探すぞ。どこかな、どこにいるかな、わかるかな。あ、ん？これは巨大蜘蛛。危ない、こんなところにいたのか。タケル君、でもそれはおもちゃだから大丈夫だよ。よし、一つ目見っけだ。ジャイアントスパイダー。ケイ。よし、じゃあ次は。あ、お、なんだそれは。カブトムシ。お、カブトムシじゃないか。しかもヘラクレスか、そいつは。なかなかでかいな。よし、そいつも危険生物とみなそう。よし、二つ目見っけ。ビート。まだ2匹か。もっといるはずだがな。ん？それはなんだ？その木は一体なんだ？よし、タケル君、その怪しい木、調べてみる必要があるな。よし、じゃあ一つずつ見てみよう。ん？なんだこれは。よし、出してみよう。お、何かバラバラだぞ。組み立てれるかな。タケル君、それは危険生物のサソリじゃないか。やばい、そいつは絶対確保しなければいけない。ありがとうタケル君、君のおかげで確保することができた。よし、厳重に保管しておこう。さあタケル君、もう一つあったな。そっちもやばい生物が入っていそうだ。気をつけるんだぞ。早く見せてくれ。なんだこれは。チョウ。何やらでかいな、こちらも。おお、出た。なんだそれは一体。やばい、出てた。いやー、なんだこの生物は。超危険な匂いがするぞ。これはハナカマキリだな。カマキリ。あ、あ、この生物はちょっとかなりヤバそうな色と形だな。よし、それもちゃんと確保しよう。ありがとうタケル君、見つけてくれて。よし、じゃあみんな、タケル君が捕まえてくれたぞ。このカマキリ、サソリ、カブトムシ、そしてこの巨大な雲。よし、これを持って帰るぞ。ははは、そうはさせるか。貴様らに私の邪魔はさせん。今のうちにまたこの危険生物たちを解き放ってやる。行け！しまった、みんな起きるんだ。外装具にやられてしまった。危険な虫たちがまたこの町に解き放たれた。探すんだ、行くぞ。タケル君も頼んだぞ。よし、行くぞタケル君。さあ、いるか。お、よし、まずは巨大な雲をゲットだ。よし、あとは3体。うん？うわ、ハナカマキリ。こんなところに。こいつは恐ろしいからな。よし、タケル君、捕獲だ。あと2体だ。ヘラクレスオオカブト、そしてあの凶暴なサソリだ。行くぞ。どこだ？どこにいる？気をつけろ。そいつはヤバいぞ。サソリを確保だ。よし、タケル君、あとはヘラクレス、虫の王様だ。どうだ？来たか。よし、全部確保だ。よし、これを持ってみんなのところへ戻るぞ。よし、タケル君、ありがとう。これでもう安心だ。
みんなももう油断してはダメだぞ。この危険な虫たちは私が責任を持って研究施設に保管しよう。タケル君、もしまた危険な虫がいたらすぐ知らせてくれ。よし、これで町の平和は保たれた。じゃあみんな行くぞ。ロボットチャンネル、またです。あ、大丈夫？ロボママです。この前、ロボパパとアタルくんが一緒にこちらのこの豪邸にクワガタの幼虫を引っ越しさせたんですが、クワガタの幼虫は共食いとかするっていうことで別々にね、入れた方がいいよっていうコメントをたくさんいただきました。そうだね、なので、それで用意したのはこちら。じゃん。言わんで。はい、こちら用意しました。どこ、何これ、何が入った？なんかもうすでにこの中にはクワガタをこうの幼虫をね育てるのに最適な環境がこう用意されてるらしい。なんかね、ちょっと開けてみよう。で、これね届いてから3日ほど環境に慣らしました。じゃあここに入れていきたいと思います、我が家の幼虫たちを。はい、まずじゃあこの木とかね、そういうの全部のけていきましょう。はい、クワガタ一応調べながらやってるんですが、あの間違ったこともやってるかもしれません。なのでできれば優しくコメント欄で教えていただけると嬉しいです。で、今勉強中なのでね。はい、ちょっと土をね出したところ出てきました。いたいた、めっちゃ大きいよ。ちょっとこれをこの我が家の中で一番多分傷つけ、うん、してる、うん、です一番傷つけにくいスコップだと思われるやつで、優しくね、取りたいと思います。今、うんち中やから、ちょっとあれかな、うんち、うんちしたの、もう終わった、うんち、うんち終わった、終わった、じゃもういいかな。茶色いの、うんち、黒いの、うんち、出てきた、出てきた、前よりかは結構大きくなったで、これな、前より大きくなったな、大きくなった。ました、前より大きくなってます。うんちも持ってる、マジでこんな感じ、こんな感じです。おー、そうそうそう、この中にやるんだ。わあ、わあ、すごい、見て、めっちゃ泣いてる。多分ここに入れるんだろ、この子をその穴の中にそっとそっと入れてあげて。入った？入ったよ。おお。あ、うんちよ。早速うんちよ。おしっこか。おしっこや。あ、うんちとおしっこや。どっち？まだ出るんやったやな。ようすんな。まあ、よく食べてる証拠やな。いや、めっちゃ出してる。めっちゃ出してる。めっちゃ出しとった。今まで以上に。クワガタ、クワガタにとっていい環境が整ってるはずなので、この中を。お、入っていき、入っていきよ。快適だと思われます、この中はね。え、この中涼しいんじゃん。涼しいんかな知らんけど。栄養いっぱい取って大きくなってね。なんかむしゃむしゃしてない？あ、食べよう。むしゃむしゃしとうな、うん。なんか口動かしてます。あ、食べてるかも、ほんまに食べてるの。あ、食べてる、食べてる、食べてる、食べた、周りの白いやつをこうちょっとどんどん食べていく。なんか周りの白いのをどんどん食べていくっ
ていう。そう、ほじくってる。あ、もう下向いちゃった。あ、ぐるっと下向いて。わ、体の中、中が動いてるのが見えるよな。うん。移動中、大移動中です。うん、今食べて、お家を広くしようよ。すごいな。すごいな。この調子でまた行こう。そうやな。こんな感じで、もう最高の、最高のお家だろうはずのところにみんな移していきたいと思います。はい、丁寧に探していきます。なかなか出てきません。はい、そう。おお、食べと食べと、めっちゃ食べよ。見てー、おうちじゃまた、どんだけうんちめっちゃするやん。はい、前餌用に入れてたこの木をね、一生懸命食べてます。成長が、お、ほんまや、めっ、どこや、ここ顔出しとうや、木から食べようやな。この木をまた、じゃあおー、すごい、すごい、え、あ、もう一人、そう、ちょっと待って、ここの穴に、ほんまこ出されへんやんか。おった、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 あ、きれい、おー、ちょちょ、木の中にもおる、今日もや、ちょっと、めっちゃ穴開いてる、穴開いてる、めっちゃ食べてる、食べてる。じゃあ、とりあえずこの子をこの穴に入れようか。優しく優しく、じゃあ、穴の穴によーし、いい感じで、2個目やな。2匹目完了。ここに1匹を変わらんように、これ入れて、うん、穴に入れてください。入れたら閉めてください。蓋閉めて、うん、こう、うん、お、あ、おった、お、出てきた出てきた、うん、すごいな、こんな奥におるんやな。おお、よいしょ、メリメリ、おった、おるおる、お、嘘やろ、メスになってる。嘘、クワガタのメスや、マジかよ。いつの間に成虫になってましたよ。びっくりした、マジで。え、意味わかる。一瞬ゴキブリかと思った。これにさ、土入れてた。あ、そうやな、うん、入れといたったよ。なぜ、いきなりメスのやつが出てきたんですけど、だいぶ豪邸に一匹になるけど、どこにおったんやろ、やば、木の中におったんやろ、中におったんやろ、おらへんかったけど、マジで怖いわ。ちょっと待って、成長めっちゃ早いやん。うん、これほんまに7匹おった。みんな一生懸命掘って掘って、身をね、見えないように隠してます。はい、幼虫のために作った豪邸は今日からこのメス1匹のためのお部屋になります。これに対してのめっちゃちっちゃい、ちゃん潜って、あ、いってらっしゃい、いってらっしゃい、土の中いってらっしゃい。クワガタの赤ちゃん、幼虫たちも無事こう中にね、全員潜っていって、同じようにこう木のくすで隠してます。マジでやばいよ。これが大きくなるのをまた楽しみにしたいと思います。
動画が少しでも良かったらグッドボタン、登録よろしくね。一回思ったけどさ、奇跡だったじゃん。なんで成虫になったの？奇跡じゃん。奇跡、さすがに。こんな早くにはさすがに成虫にはなる。めっちゃ早すぎる。嬉しい、嬉しいは嬉しいやけど早すぎた。じゃあみんなにバイバイ。美味しい。